46点の店構えは、場所柄派手な外観のレストランが立ち並んでいる中で、黒をベースとしたシックな色合いで隠れ家的な雰囲気をイメージしています。寿司を華やかに見せ、驚きを感じていただくために、外観内装ともにシンプルで清潔感を基調としています。創業者のガリは、高校を卒業後、修行を共にした仲間の紹介で共に渡米し、自身のお店を持つために働き、そこで出会ったお客様たちが魚にたくさんお醤油をつけてしまっている食べ方を絶妙なバランスで食していただけないかを試行錯誤を重ねた結果、すでにソースが乗っているお寿司を構築し、第1号店はファーイーストにオープン、現在の寿司割りグループまで成長させました。私自身はニューヨークで働く前は、高校卒業後に調理師専門学校に行き、いくつかのホテルレストランで板前をしていました。当時幼馴染の知人がニューヨークでレストランのオープニングスタッフを募集しているので行ってみないかとの誘いがあったのがきっかけです。それまでにもアメリカに何度か旅行に訪れ、いろいろな料理と味に出会い、世界の料理に感銘を受け、海外でも日本食を知ってもらえないかと興味を持っていたこともあり、私にとっては良い機会であります。働いてたレストランで創業者のガリが常連客として通っていただき、寿司オブガリで働いてみないかとお誘いを受け、現在になります。一番に確認することは粘液の状態ですかね。濁ったりしてると生臭や細菌などの発生の原因になり、寿司では使えないので十分に気をつけて状態を見てます。トゥルーワールドフーズ様は当社創業以来20年以上大変お世話になっている業者様の一つで、難しいお願いにも心よく辛抱強く対応していただいております。いつも安心できる高品質の鮮魚を提供していただき、当社の成長を支えていただいた大切な業者様です。私どもの寿司のコンセプトは、お客様が醤油を使わずに食べていただけるように、あらかじめ味をつけてお出しするスタイルです。お任せコースの一貫一貫が一つの料理として、多彩な味付けと工夫をし、初めから最後までお客様を飽きさせないように努めております。同じ魚でもお客様の嗜好に合わせたお寿司の種類を提供できるのが強みです。本マグロに豆腐ソースと自家製ラー油、弊社創業当初からの一品でヒット商品の一つ。油の少ない赤身にクリーミーな豆腐ソースと香ばしい自家製ラー油がお口の中に広がります。マダイのサラダのせ、マイクロベジタブルの柔らかな歯触りとローストしたパインナッツ、レンコンチップの食感を楽しめる一品です。アクセントとしてわさびオリーブオイルを少しかけてあります。炙りのどぐろ、特大ののどぐろを炙り、口に入れた瞬間に溶けた油の旨味を自家製のレモン塩でさっぱりと味わえる一品です。金目鯛のスモーク、金目鯛を自家製スモークし 2,3 日熟成させて旨味を最大限に引き出した一貫です。小肌のらっきょうのせ、小肌を強めに締めて熟成させ、旨味を凝縮させた小肌の上に薄くスライスしたらっきょうを合わせ、歯触りと甘酸っぱさを追加して楽しんでいただいております。サーモントマト、こちらもヒット商品の一つで、サーモンにバターソテーした熱々のトマト、スイートオニオンソースを挟んで提供しております。当店では
お寿司以外でも季節の食材を使った一品がお楽しみいただけます。創業者のガリがここまで築き上げた寿司オブガリグループを未来永劫続けていけるように、新商品を絶えず開発し続けること、既存の商品を時代とともに適した味に微調整していくこと、努力を惜しまず日々精進することだと思います。ゴールは決めてしまうよりも常に変化するものだと思いますので、追い続けることが重要だと思います。やはり一番嬉しさを感じる瞬間は、お客様が美味しかったと笑顔を見せてくれる瞬間です。現在はコロナ禍の影響でお客様の反応もなかなか見れませんが、お家でもより美味しくいただけるように日々工夫をしております。